コスモス1267号とは、1981年にソビエト連邦によって打ち上げられた宇宙ステーションへの補給船。TKS の2回目の飛行で最初の補給ミッションだった。コスモス1267号は、TKS と呼ばれる重量18トンの大型宇宙船で、もともとはアルマース宇宙ステーションへの輸送のために開発されたものだった。 友人飛行も可能だが、TKS が友人で打ち上げられたことは一度もなかった。TKS は地上への帰還に使用するカプセルと大きな打ち容石を持つ FGB モジュールから構成された。カプセルの先端にはエンジンを装備したモジュールが結合し、帰還の際に使用されたが、FGB モジュール自体も軌道変更能力を有していた。 コスモス1267号の準備が整った時点で TKS に対応するアルマース計画はすでにキャンセルされていた。そのためコスモス1267号は宇宙ステーションサリュート6号とドッキングすることになった。コスモス1267号は1981年4月25日にバイコヌール宇宙基地から無人で打ち上げられた。軌道投入後は 自動で飛行を続け、57日後の6月19日に、サルート6号とのドッキングに成功した。このような巨大な宇宙機動士のドッキングは、複数のモジュールで宇宙ステーションを構築するという後のミールや、国際宇宙ステーションにつながるコンセプトを実証する上で、大きなステップになった。コスモス1267号はその後も、サルートと結合していたが、 1982年7月29日にステーション本体と共に大気圏に突入し廃棄された。コスモス1267号は TKS の2回目の飛行にあたる。一つ前の TKS のミッションは1977年7月のコスモス929号で、次のミッションは1983年3月のコスモス1443号だった。 ありがとうございます。